ャスト Do It Now。やるなら今しかねえ。乾杯。チアーズ。サンテ。フロスト。チンチン。ホップ収穫祭。レッツ。ホッピング。Kチャンネルの合言葉が、Just Do It Now。やるなら今しかねえ。本日。我らが訪れたのは、遠野市。岩手県遠野市は日本随一のホップ生産地です。ホップとはビールの重要な原材料で、遠野には日本中、むしろ世界中からビールファンが集まります。今回はそのホップの収穫を祝うイベント、遠野ホップ収穫祭に参加。地元のブルワリーによる遠野産ホップが香るクラフトビールのほか、キリンビールの一番搾りやスプリングバレー商品などの様々なビールを楽しめます。加えて、遠野の旬の食材を使用したおつまみメニューやライブ、郷土芸能なども楽しめます。昨年も参加させていただいた件、大変楽しかったようです。遠野ホップ収穫祭、今年も飲みまくります。Just Do It Now。本日もよろしくお願いします。はい、ケイさん、やってきました。はい、1年ぶり。1年ぶりの2年連続3回目の遠野ホップ収穫祭。もう来年、去年、あ、来年、え、去年、来年も来るともんね。しっかりと、うん、ちゃんとやってきた形ですね。はい、ああね、遠野といえばホップ、ホップといえば酒、酒といえばケイってことね。そこまでしっかり考えてきてんだよ、多分ね。よし、流れをね、ちょっとね、はい、作ってますんで。はい、うん、じゃあ街の中に入ってって、はい、まあ、駅から何分ぐらいだっけ、5分ぐらい、5分かがくらい、会場まで5分ぐらい、はい、らしいんで、じゃあ会場向かっていこうと思います。はい、はい、ケイさん、ここ蔵の道駅か、確か覚えてます。あ、蔵の道ということで、去年も同じ感じの写真撮ってましたよ。同じロケーションで。最初私、うん、サマーゴールデンから。じゃあ私最初イブキーペールエールでいきます。いいですか。うん、乾杯。これお疲れ様です。お疲れ様です。なんか帰ってきたゴールデンサマーでございます。ゴールデンサマー、サマー、サマー、サマーゴールデンです。遠野醸造。これはイブキじゃないです。ペルエル、イブキ。あ、ペルエルです。ちょっと私は手加減して飲んでいきます。これは何でしょうか。一番搾りプレミアム。あ、プレミアムね。バオーソドックスな。プレミアムらしいです。じゃあケイさん、ケイさん、なんかいきなりでこういう絵柄であれだけど、何買ってきたの。遠野ジビエの食べ比べセット。ジビエなんだ。なんか遠野も最近ジビエの始めたらしくて。すげえね。
ワイルドですよ、ね、ワイルド。そしてビールは、ビールはズムナビールのいぶき IPA、 IPA やいぶきさん、ズムナね、はい。まあ、遠野といえば、まあ、ズムナさんね、有名だから。あ、やっぱりさっきのごめん、感想聞かなかったけど、あんまり味のコメントでちょっと私まだ、ね、やっぱ IPA 自体はさ、ね、香り、あの俺も去年やったけど香りがいいんだ、うん、そう、あとホップの香りなんじゃない。そうね、ちょっと説明書きが欲しいけど間違ったことにわか知識で言うと、間違ってないはず。じゃあお肉をどうぞ。すごいね、すごいね、すごいね、すごいね。おう、うまいよ。だろうね。いやビールに合うでしょ、うん、なんかね、ワイルドに食ってくださいって言われて、食べてくださいって言われたので、やばっ。だいぶ賑わってるもんね。けど、ちょっとね、限定のお酒はちょっとだいぶ組み合ってるからね。1日2回、何リッターかずつ補充の補充らしいけど、私は、サザン、サザン、サウス、サウス、ヘジー、ヘジー、IPA、南部の南部です。いやーもう寝れますな。寝れますね。いやー程よい汗をかいてる。私ちょっと今日あのセーブしようと思ってるんだけど、やっぱ暑いと進んじゃうね。私はズモナのいつかホップ畑で会いましょう。これない、いつかホップ畑で遠野の農家からじゃないやつ、うん、今、いつかホップ畑で会いましょうというやつ。ホワイトビール、はい、ステイブキホップ使用、うん、新種のホップ使った IPA、 青りんごのような爽やかな感じ。なんだかんだ IPA するのってから、ああ、もう麻痺してきましたこのペースにまた よくないんだ。お腹やるやつ、よくないんだ。ちゃんと完全然学習してないペースだからよくない、ちょっとセーブしないと。はい、ちゃんと商売でもよくない。お待ちしますよ。はい、お順で。はい、ごめん。はい、今飲んでるのはズモナさんの HEIPA。ジャケさん、ちょっとバタバタしましたけど、ちょっと乾杯がね、したかったんだけど、乾杯ちょっとできなくて、今から、はい、ちょっとバスホップ畑見学乗車券っていうのはね、ちょっと抽選で当たりましたんで、よく当たったね、よい。ということで、ちょっと畑にね、ホップの畑に去年は行かなかった、ね、多分20分くらいバス乗って、20分くらい見学して、20分くらいかけて戻ってくるとか、多分ね。大体多分去年はあの畑行かなかったから、ちょっと畑に勉強しないとね。せっかく飲む手として行ってこようと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあバスを乗りまして、いいね、なんかのどかご覧ください。あ、はい。でもあっちの方がいいんじゃない？いや、そうです。うん、あっちの方。あそこに見えます。そ
赤羽ですね。赤羽全然見えない。赤羽見えない。あのまあね、あの200名ぐらい昔だったけど今200世帯まあ、それであのコップの量で全国にこうやるんだね。あでもだから作れなくなってるのも出てきてるって言ってる。うん、それは一応ニュースであのこう一応それだけの量は栽培してるんだね。20世帯でコップ農家から全国じゃないし、あのだってキリン の, あのホップ農家からってやつ、あの東のホップさんのやつ一応全国販売でしょ。東北販売じゃない、これ全国、うん、東京でもいい、だから俺結構一部使っておりますから、東野さんだって買った覚えがあるもん、うん、やるなら今しかねえ。変わりも変えていただけたらと思います。いいね、いいだよ、ね、積まないと匂いそこまでしないかな。そうだね、匂いしない。しっかり取っていただけるとよろしいかと思います。葉っぱの中の黄色のところもいいし、ね、これぜひぜひ探していただいて、これね、手でスリスリする、うん、かわいい香り、これをね、スリスリする、ここですか、うん、黄色いところスリスリと、はい、ビールの香り、手に取っていただいたら真ん中からパックリ2つに割ってみてください。割ると中に黄色いつぶつぶがあるの見ていただけると思います。この部分に苦味と香りが詰まっています。さらに、こすり合わせるとどんどんいい香りが揮発してきますので、左右をぐーっとこすり合わせてからぜひ鼻に持ってきてみてください。すごく柑橘系のいい香りが、はい、来ると思います。これは61年間ずっと続けている。 K さんの手の匂いしないよ。ホップの匂いをするトイレしてやらった。あとこちら、あと15分まだ時間ありますので、皆さんいろんな船していただいて大丈夫ですので、あの写真撮影していただいたり、せっかくなので、お声掛けするまでホップ畑お楽しみいただけたらと思います。あすごい、結構割らないとわかんない。なあ、どうがいいんだろうね。結局それ中はしないと、何もしないと普通に全然普通に見えるからね。葉っぱというか、これいぶきです、うん、いい気です。これだけ。今は、うん、東のホップ収穫祭の中のなんだっけ、一部でツアー、ホップ畑ツアーありまして、それに参加しております。せっかく飲むビールなのでね、できてるところも見て勉強したいなと思って参加しています。いぶきっていうホップ、いぶきさんですね。いぶきさん、はい、かっこいいですね。ビールの銘柄的に何やるんでしたっけ。なんだっけ、春風とかになるらしいです。取れたてホップとかもか、うん、でちなみに今年のホップが11月何日かに
あれ10月5日か11月5日って言った。が、なんか8月上旬からさあの今も取り始めて、ね、違う、搾取じゃない、取られ始めてて、それが11月、はい、10月に缶ビールになるみたいです、はい、ね、5.5メートル、あ、5.5メートルなの、うん、計算何人分、3人分3人分で足りない K さん、はい、ポップ畑見学終えまして、はい、結構真面目に聞いてましたね。勉強になるからこういうのちゃんと聞いてよ。いや、もうあのなんか場所あのちょっとね居場所に困っちゃってる。なんで？あの人その説明してくれてる方を取るべきなのか、K さんが取るべきなのか、ちょっと悩んじゃった。説明してくれる人を取ってください。ということで、だから戻ります。はい。それがちょうどいい、ね、わかった、まあ今回、1年ぶりにやってきましたけども、はい、まあ、どうでしたか、2年と比べて。いや、日々ね、俺の装備が良くなってきて、装備ね、今年扇風機とうちわと、なんかちゃんとこうやって水分を準備するっていうのを勉強してきて、ホップ畑に行ったしね。ねえ、あれはまあいい香りでした。で、これが終わればもう冬です。早いよね。秋がない。これの前って方多いと思います。ちょこちょこと冬の日を始めていこうと思います。でも、早割りのチケットが生のビクリンが取られたビールみたいな。ビールに向けて今年も頑張っていこうと思いますので、あと一応、タイミングでほら600、はい、600突破しますんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません。ということで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また。ジャッド。2。1。Now. やるなら今しかねえ。